リーガル杯もしくはリーガル杯は2012年からフジテレビ系で放送された日本のテレビドラマシリーズ。古澤良太の脚本によるオリジナル作品。主演は坂井雅人で第2期以降の正式タイトルはが入らないリーガル杯である。キャッチコピーは愛も法も嘘が好き、愛に抱かれ法に濡れる正論は スキャンダルには勝てない訴訟で一度も負けたことがない、敏腕弁護士、コミカドケンスケと真面目で、正義感の強い新米弁護士、真ユ町子の二人が繰り広げるコメディタッチの法廷ドラマ。2019年には韓国でリメイクされた、弱者救済の使命に燃える、新米弁護士、真ユ町子。マチは、 初めての担当裁判で殺人の権威をかけられ自白を強要されたという青年の弁護を担当していたが敗訴。上司、三木長一郎からは担当を外れるように促されるも諦めきれない眉積みは控訴に奔走する。そこへ三木の秘書である沢地君江が眉積みに声をかけ力になるかもしれないと連戦連勝だというある弁護士を紹介される。しかし、 マユズミがそこで出会ったのは、偏屈で、毒舌、気分屋で、自己中心的、挙句に、正義は、金で買える。と豪語する、人格破綻者の弁護士、コミカドケンスケであった。コミカドはかつては、三木法律事務所に在籍していたが、ある切実な出来事により、三木とタモを、分かち独立持ち前の腕前を発揮し、裁判では、 無敗記録を続けている敏腕弁護士だったのだ。現在は大手企業からの高額な顧問弁護料と投資の成功でリッチな暮らしを手に入れ、つまらない依頼は法外な弁護料を吹っかけて追い返すという悠々自適な生活を送っていた。あまりにも噛み合わない性格に眉住は激怒するも、騒辞に説得され、吹っかけられた弁護士。 費用3000万円を本当に用意して、コミカドの度肝を抜く。結局引き受けることにしたコミカドは、マユズミとタッグを組みながら、持ち前の敏腕ぶりを発揮。あっという間に世論を操作し、人権団体を焚きつけ、挙句に目撃証言をもひっくり返し一気に形成を、逆転。見事控訴審にまで持ち込む。しかし、これはミキが用意した罠だった。マユズミマチコは、 またを騒がさせていた連続保険金殺人事件の被告の弁護の依頼を受けてきた。被告である安藤希和は結婚を前提に付き合う男性たちを保険金目的で殺していた正規の悪女と言われて世間で叩かれ証拠も揃っていて控訴審でも死刑判決は確実であったがコミカドはあえて控訴審の弁護を引き受けることとなった。いつもの戦術で裁判は 有利に進んだかに思われたが、被告人質問で際が改めて、殺人を法廷の場で認めてしまう。結果、控訴審は帰却となり、際の死刑判決は確定となった。それは、無敗の敏腕弁護士、小見カ健介の弁護士人生初の敗北でもあった。金と名誉をこよなく愛する小見カ健介が、際の死刑判決を覆すことで、 名誉の回復を果たすことを軸に、第2期の物語は展開する。コミカド・ケンスケ・マユズミ・マチコ事務所県自宅住所は、郵便番号111-0032東京都、台東区浅草八丁目53番地1号の架空の住所となっている。第2期における、コビモンのライバル法律事務所。コミカドの事務所とは異なり、勝訴にはこだわらず丸く収めることを重視しており、 評判もよく客が多い。第1期、スペシャルドラマ、第2期、リーガルハイスペシャル複数話、単話登場の場合は、演者名の横の括弧第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9から10話、第10話最終話、スペシャルドラマ第2期第1話第2話、第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話最終話、 リーガルハイスペシャル2019年8月に行われ300人が投票に参加した弁護士ドラマ人気ランキングではヒーローや99.9刑事専門弁護士らをしのぎ1位を獲得した実在する作品や人名などの固有名詞が台本上に品質するまたシナリオの中でた作品のオマージュやパロディカメオ出演やメタフィクション発言が数多くある 以下、突起がなければすべて連続ドラマ、第一期のもの。最も取り上げられているものは、里見幸太郎に関するもので、大和田晋也、伊吹五郎、横内忠野村正樹演じる登場人物と、里見幸太郎が共にカメラに収まるシーンでは、里見がかつて出演していた TBS 系テレビ時代劇、水戸黄門の主題歌、ああ人生に、 涙ありのイントロが流れるというパロディが挿入された。スペシャルドラマでは、水戸黄門で、うっかり、八兵役を演じる、高橋玄太郎の登場シーンでも、音楽イントロが流れ、うっかりというセリフを発している。また、音楽は流されなかったが、第一期第10話ゲストの横内は、テレビシリーズ版の初代格散を演じており、町村教授に反対意見を述べる山田淳大は、 水戸黄門の初大輔さんを演じた、杉良太郎の長男で、自身も四代目格さんを演じている。第一期最終話に、ゲスト出演した、東ずま久は六代目助さんを演じていた。時代劇からの引用が多く、中村厚夫の出演シーンでは、小柄し文次郎主題歌の、誰かが、風の中で、のイントロ、松平健の出演シーンでは、暴れん坊将軍の BGM が流されている。 劇中でも、松平健は場にそぐわない、時代錯誤な単語を使う場面が多々ある。また主演の坂井自身も、第2期第1話終盤で、やられてなくてもやり返す。身に、覚えのない奴にもやり返す。誰かあれ構わず、奴当たりだ。と叫ぶシーンがあり、坂井が前クールで主演していた、t b s 系日曜劇場、半沢直樹のパロディを自ら演じている。なお、 徳田ね。が、リーガル杯を取り上げた際、際第1期、第2話で、コミカドが、ハンザーの舞台である、東京中央銀行と、同じ名前の銀行の通帳を持っているシーンがあると、出演者に指摘し、酒井が、偶然だと笑いながら答える場面もあった。また、第2期第1話冒頭のコミカド初登場シーンが、真剣な顔のクローズアップから始まることから、ハンザーの、 ラストシーンから繋がっていると話題になったが、この場面の撮影は最終回放映の前であり、チーフディレクターの石川に売ればこれも偶然だとしている。リーガルハイスペシャルにおいては、半沢の放送前であるが、500倍開始だ。と叫ぶシーンや、コミカドが感知され謝罪するシーンでは深々と、土下座しがくを床にゴンと音がするまでひれ伏すシーンがあり、くしくも、 半沢と告示することになった。その他、第1期第10話で、ヘルムート・マイヤー博士を演じたオットーは、劇中のセリフで、アンビリバボーの再現ドラマで見かけたことがありますよと、なじられるが、オットーは、実際に、奇跡体験。アンビリバボーに出演したことがある。また、第一期最終話で、大抜き全が、ゴジラとモスラを一度に相手にするようなものだと話す、場面があるが、 演じる、大和田信也は、実際に、歴代のゴジラシリーズに出演経験があり、ゴジラ VS、モスラ、ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃でゴジラと、モスラを一度に相手にしたことがある。第1期第7話は、ストーリー全体が、井上家の一族のパロディとなっており、井上スケキヨの白マスクを真似た白パックを沢地が、つけている描写をはじめ、井出が、お湯に潜って2本足だけ突き出し、 小美門を驚かせるシーン。さらに中盤からは、近代地光介を模した衣装を、坂井雅人が着用して、物語を進めるといった徹底ぶりであった。また、おの有事作曲の井上家の一族主題曲、愛のバラードが、次回予告、本編ともに引用されている。ちなみに、舞台はカニカシラ軍歌に頭村だが、同じく、金代地康介の悪魔の手リウタの舞台が、 鬼神戸村である。なお、前述の国際ドラマフェスティバルイン東京受賞発表式は、偶然にも司会が石坂工事で、酒井と犬神やパロディの話題で大いに盛り上がったという。映画もモチーフとなっており、花嫁を教会から連れ出すシーンから始まる、第1期第3話では、サイモンガーファンクルのサウンド・オブ・サイレンスが流れ、村人が小ビ門に助けを請うシーンが含まれる。 第9話では、7人の侍の楽曲が挿入され、コミカドも、ノブセリにでも襲われましたかと問うている。第2期でも、第3話の冒頭では、映画、ロッキー2のテーマ曲を流しながら、ロッキーステップを再現しており、第6話冒頭でコミカドとハブが決闘する場面では、パイレーツ・オブ・カリビアンの楽曲である、彼こそが海賊も流されている。また、第二期第4話の、なぜ、 デスパレートな関係になってしまったのかというセリフは、海外ドラマである、デスパレートな妻たちからの引用である。2013年スペシャルのプロローグで、ハットリが、スキーで、足不詳を装いベップとし子に近づくのは、ピンクの表で、チャールズ・リトン教こと宝石泥棒怪盗ファントマが、ダーラ王女に近づく狡猾な手段のパロディ、同じく、藤井美波先生の髪型は、 サウンド・オブ・ミュージックのマディア・ホントラップを演じたジュリ・アンドリュースを意識している。日本のテレビドラマからも多く引用されており、スペシャルドラマに登場した学校の教職員の中に、同じく古沢が脚本を手掛けた鈴木先生に外見が、そっくりのキャラクターが混ざっているほか、コミカドが教室で、生徒たちに、人という字の成り立ちを説明するシーンがある。 2013年スペシャルの終盤における藤南先生の人格が表編、S が覚醒したキャラは、A クラナナが前年に主演した、黒の女教師を彷彿させる。第1期第8話では、王、マイガール、と同様に、吉田里子とが周囲を振り回す、聖域な人気子役に奮している。第2期第8話では、北の国からのパロディが行われ、コミカド、 マユズミが劇中で順、ホタルに噴した。また、医療加護がテーマとなっている。第2期スペシャルでは、オープニングテーマが流れず、タイトルが縦書きになっている。エンディングテーマとして、アメージンググレースが流れるなど、小説、白い巨頭へのオマージュ、パロディが多く見られる。漫画からも引用。スペシャルドラマで、コミカドの手を、ミック・ジャガー、マユズミの手を、 ゲームセンターの腕相撲マシンのそれというシーンがある。これは、ジャガーとデビットボーイに似た、バットマンのライバルであるジョーカーのパロディ。第2期第3話は、ジョジョの奇妙な冒険から、ジョジョたちを、第2期第7話では、新生系バンゲリオンからセリフを引用している。劇中、コミカドが眉積みを、 朝ドラのヒロインと揶揄することが定番となっているが、劇中にも朝ドラのヒロイン経験者の出演が多い。また、春と、宝根京子は、本作出演後に朝ドラヒロインに選ばれた。ハイパーリンクの手法が使われている。第1期第9話で、コミカドが沢地と密会するシーンで使用されている、バーミカミ。第2期第1話で、マユズミが入るラーメン屋は、堺の主演作である。 ジョーカー許されざる捜査官にも登場している。TBS アナウンサーの安住紳一郎は、当ドラマのファンであり、特に第一期第9話における、小ビ門の5分間以上に及ぶ演説シーンに感銘を受け、脚本で10ページに及ぶ長セリフをすべて自分で書き出したという。堺井が TBS ドラマ、大奥誕生、有効、家光編の番組宣伝のために同局。 ぴったんこカンカンに出演した際は、他局にもかかわらず、リーガルハイの同級話のセリフを暗示。2015年4月公開された日本映画、エイプリルフールズは、古澤良太によるオリジナル脚本で、石川淳一が初監督を務めるなど、リーガルハイチーム制作による作品となり、また、リーガルハイに出演した、里見光太郎、生瀬勝久、小池栄子、岡田正樹、 矢野正と大和田信也らも主要人物として出演する。特に、小池栄子演じたパンクの女は、ワンシーンのみの登場ながら、三木先生にまた闇を言われる、と、沢地君へを彷彿とさせるセリフとなっている。衣装合わせの段階で、小池の役が沢地とほぼ同じ服装になったこともあると、いい、脚本にはなかったが小池が、アドリブで、イデクーンと叫んだセリフも、 本編で採用された。同じく古沢が脚本を担当する、コンフィデンスマン JP の第7話にて、長沢まさみ演じるダーシュと、東出まさを演じる、僕ちゃんが、偽の新郎新婦を演じた、際、僕ちゃんが、ガッキーだったらな、と嘆くシーンがある。本作にも、第1期の10話にて、坂井演じるコミカドが、荒垣演じる町子に対し、長沢まさみだったらなぁ。 と長くやりとりがあったため、ちょうど互いに相手の役者を言い合っている形となり、視聴者の間で話題となった。このセリフは、事前に荒垣から許可を得たものであったという。なお、東では、本作のスペシャル放送にも出演している。2019年2月8日より、韓国のケーブルテレビ局 JTBC において、リメイク作品が放送されている。 韓国 JTBC にて2019年2月8日から3月30日まで放送された全16話リーガルハイに関するカテゴリーありがとうございます。